こんにちは、花坂実さんです。今日はね、ビオラの植え付けをして満開にする方法5選をね、皆さんに伝えたいと思います。このビオラ、はい、花言葉はですね、誠実、信頼、物思い、私を思ってという花言葉がついています。特性はですね、開花期が長くて初心者でも非常に育てやすい花なんですね。特徴はね、大輪のものをパンジー、小輪で株立ちするものをビオラと呼んでいましたが、最近ではね、区別がなくなってきてるんですね。それではね、早速植え付けをしていきたいと思います。今日植え付ける鉢はですね、このスタンド鉢、はい、ね、こういった鉢ですね。直径が18センチから20センチぐらいあるかと思いますね。これに植え付けをしていきたいと思います。まず定番のですね、ボラ土を入れます。ヒューガの中通ボラ、はい、水はけがいいように入れるんですね。ちょっと苦いぐらいに入れて揺してもらって、こんな感じになりますね。はい、これにですね、培養土ですね、市販の培養土ですね、これを入れます。まあこんな感じでね、で土があらかた入ったんで、こういったものでね、元肥としてマグマッキーを入れます。流暢タイプですね、白い流暢タイプですね。パラパラパラと入れてね、しばらく効くように入れるんですね。入れます。でちょっと揺すってもらってですね、あとですね、先ほどの、ビオラさんを根鉢から取るんですが、まずこれを刺しますね。何を植えたか分かんなくなる。で、根鉢から取ります。はい、あらかたですね、まあ安定してますね。下の方ね、あと回りかけてますから、取って、あとここにね、虫とか病気とかいる可能性があるので跳ねます。で軽く跳ねてください、ね、表面だけで結構です。はい、跳ねたらですね、ちょっと揉みほぐしてね、植え付けます。真ん中にドーンと植え付けるね、こんな感じで植え付けて、こんな感じかな。はい、そしたらね、これに土を入れていきます。土をね、優しく入れていきます。優しく鉢を回しながら入れていく、ね、回しながら入れていく、ね、はい、あらかた入ったらですね、こういったものでつきますね。何でつくかというと、空洞なくすためにつくんですね。まず鉢の内側から、この真ん中もつきますね。もついていきます。で十分についたらですね、まずグッと決めます。グッとね、ビオラさんを真ん中にまっすぐに植え付ける。そして持ってあげるね。この根が見えないように植え付けます。そしてね、この鉢の内側を押さえます。ウォータースペースになりますからね、ウォータースペースになりますから押さえます。最後に少し持ってあげるね。はい、そしてですね、土の内側を、縁をね、拭いてあげる。綺麗になりますからね。はい、これでね、植え付けましたってことですね。こんな感じですね。
まっすぐなってますかね。ちょっと傾いてるかな。はい、植え付けたらですね、まずやることがあります。こういったものでね、消毒をやります。どうしてもね、虫とか病気とか来るんですよね。ですから、まあ、予防のためにですね、まず株元をちょっと消毒をして、それ全体的にやりますね。はい、そしたらですね、あとは水をね、たっぷりやります。水をね、株元に優しく、上からやらないんですね。花に水がかかると花が傷みますので、株元に優しく水をあげてください。しかもね、下が鉢底から流れ出るぐらいに水をあげるということですね。そして乾くまで待つというのが一つのポイントですよね、ということであります、これでね、植え付けの完了ということになるんですね。で、引き続きね、満開にする方法5選をね、今から伝えます。これいっぱい咲くんですよね。もう鉢の内が見えないぐらいに咲きます。どうすればいいかというと、この5選をね、満開にする5選を今から伝えます。まず1つ目何かというと、栽培環境なんですね。で、日当たりとね、風通しの良い場所で、育ててください。2つ目、水やりです。表土がよく乾いたらね、よく乾いたらですよ、鉢底から水が流れ出るぐらいにたっぷり水をやります。3つ目、肥料です。元肥として環境性肥料を混ぜて植え付けましたね。今ね、マグアンプを入れて混ぜ付けました。で、花が次々と咲いてきたら、月に1回だけ固形肥料をね、お給仕してください。いいですか。4つ目、病気対策。これも心配ですよね、皆さんも経験があるかもわからないですけど、低温期にですね、温度が低くなると灰色カビ病が発生するんですよ。で、対策としてはね、水やりを午前中にやるっていうのが一つのポイントですね。なぜかというと、夕方まで乾くからですね。そのまましておくと発生しやすい。また秋にね、葉に、赤褐色の斑点ができる斑点病が発生するんですね。で、ひどくなると葉が落ちることがあるので注意が必要です。5つ目、害虫対策。春にね、アブラムシやナメクジが発生するんですよ。で、ナメクジはね、対策としては、ナメクジは夜行性なので夜に見回って、捕殺するということですね。で、アブラムシはね、薬剤で防除していただければいいかなというふうに思います。今日はね、ビオラを植え付けました。花咲かじいさんと一緒にね、満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。本当感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。